で初日2レース1乗戦、2着で勝ち上がりました、はい、福岡の林選手です、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。レースなんですけども、今日は作戦はいかがだったでしょうか。はい、まあ、前というか中段か後ろっていう作戦で、まあ、作戦通りになったんで落ち着いてました。まあ、途中末木選手と重なるところがあったと思いますけど、はい、あの辺はどういう風に見えてましたか。そうですね、ただもう勝負どころで引けないんで、まあ、自分のできる範囲で主張しようかなと思ってました。まあ、最後バック前ですね、はい、まあ、強引に仕掛けていったと思うんですけども、はい、足の状態は20日ほど前走が空いてたと思いますけども、はい、いかがですか。そうですね、足の状態は悪くないです。まあ、最後、渡辺選手にかわされたと思うんですけども、はい、押し切れる感覚とかっていうのはあったんですか。そうですね、4コーナーから踏み直せたんですけど、まあ、渡辺さんにも刺されるのは仕方ないかなと思うからでも、もう逃げ切るつもりで踏みました。まあ、20日空いたけども、状態としてはいい状態にあるっていう感じですか。そうですね、ただちょっとやっぱこの暑い中でのレースが久々だったんで、そこら辺をまた明日考えながらやらないと、ちょっとなんかまだふわふわしていますね。今回東の記念ということで、はい、東の若い選手、強い選手たくさんいますけども、そこを意識されるところは。そうですね、もう明日から多分当て馬なんでまあ、なんとか一泡吹かせれたらいいかなと思いますけど。わかりました。では、この後3走向けて意気込みをよろしくお願いします。明日も連絡絡めるように頑張ります。よろしくお願いします。